こんにちは、店長の岡部です。このチャンネルでは佐賀県鳥栖市の郊外にあるセレクトショップブルービートで長年店長兼バイヤーとして働いている僕がおすすめする商品やコーディネート、イベント情報なんかをお届けしております。よかったら最後までご覧になってみてください。はい、今回の動画ではちょっと新しいブランドのご紹介をしていこうと思います。タイトルにも書いてあるんですが、ニュートラルワークスという当店で昨年の秋から初めて展開スタートしたブランドです。まあ、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、簡単にどんなブランドかをご説明したいと思います。まず大前提にお伝えしておくのが、大元はゴールドウィンさんがやってるということですね。ノースフェイスの総代理店であるゴールドウィンが企画開発しているブランドニュートラルワークスなんですけれども、スポーツライフスタイルで24時間過ごしたい方たちに向けて心と体を整える、ニュートラルな状態に保つというのをコンセプトに商品を企画開発しているブランドとなります。2022年の春夏まではゴールドウィン直営店のみの展開となってまして、こういったセレクトショップ系ですね、一般のお店には卸されてないブランドでした。ノースフェイスの直営店とかによく足を運んでる方は店頭に並んでるのを見たことあるかもしれませんが、この N/ ってこうロゴがちょっと入ってるんですけど、こちらがこの秋、2022年の秋冬から正式に展開がスタートできるようになりました。実は当店でも昨年の秋に第1弾入荷してスタートしたんですけれども、これが非常にご好評いただいてまして、とにかくですね、商品の素材感が抜群にいいということで、まあ、もちろんデザイン性もですね、すごくシンプルながらトレンド感も抑えつつ上品に着こなせるということで、大人の30代以上の男性を中心にすごく人気が出ております。ただですね、やはり今までその直営店限定だったということで知名度が今一つ足りてないなっていうのが正直なところですね。まだまだ認知されてないブランドなのかなと思ったので、今回ちょっとこうやって動画という形でご紹介させてもらおうと思いました。この春入荷したモデルはいくつかあるんですけれども、まあ、実際にですね、着用しながら商品の紹介とかしつつですね、どんな感じのコーディネートがしていけるのかっていうのも見ていただこうと思いますので、ぜひ最後までご覧になってみてください。どうぞ。はい、まず一つ目ですね、ニュートラルワックスの定番でもあるウィフというシリーズのニッティングフーディーです。ニッティングフーディーという通り、素材はポリエステルのニット地になってます。なのでニットとは言いつつ、ウールのようなニットじゃないのでチクチク感とかも一切ないですし、保温性というよりは速乾性だったり柔軟性、まあ、スポーツシーンとかを想定した機能性を持たせてあります。でさらにですね、まあ、ニットアイテムですけど、家庭での洗濯もできるイージーケアの仕様ですね。汗をかいたりした時にもこのウェアを弱酸性に保つという加工がされていて、匂いの原因となる菌とかも発生しにくいという特殊な素材になっております。でシルエットはボックスシルエットですね。今 S サイズを着用してるんですけど、身長 170cm の僕でかなりゆとり持って着れてるんで、ね、S 表記で M ぐらいのサイズ感と思ってもらうのがいいかもしれないです。ニュートラルワークスの商品に関しては全てユニセックス対応してますので、まあ、女性もお気軽に着ていただけると思います。少しオーバーサイズでラフに着る感じでもおすすめです。で今コーディネート的にはもう本当ベーシックなスポーツスタイルですね。キャップにパンツがグラミチのシャカシャカ系のですね、ストレッチのしっかり効いたモデルです。もう黒の細身のパンツ、皆さんクローゼットに1本あると思うんですけど、そういった中でもスポーツ系の生地感ですねを選んでもらうと、このニットの質感とすごくマッチします。で足元はグレーのニューバランスですね。もう全体をモノトーンで統一することで飽きがこずに使えるコーディネートとなってます。で非常に清潔感もありますね。これだったら運動もできるし、全然お出かけでも問題ないコーディネートかなという感じですね。こちらの、フーディーの方は今当店で展開しているカラーがちょっと、じゃあ分かりづらいかもですけど、ネイビーとブラック
とこの白ですね、ホワイトも3色展開しております。と同じ素材で、クルーネックもございます。フードはいらないという方にはこちらおすすめですね。あの形は一緒です。でこちらのクルーネックに関しては今黒は完売してますので、ホワイトとネイビーの2色が店頭にはございます。まあ、ただちょっとですね、めちゃめちゃ売れてるんでサイズ掛けすごいしてます。気になる方いらっしゃいましたらぜひお問い合わせいただければと思います。でさらに同素材のパンツもございます。こちらはリブのジョガーパンツみたいなモデルですね。でこちら、ネイビーとブラックと2色入荷してたんですけど、もう残ってるのはネイビーで、サイズも S と M の2サイズしか残ってませんので、もし気になる方がいらっしゃいましたらお早めにご購入いただければと思います。まあ、ちなみにネイビーのパーカーと合わせるとこういったセットアップも組めますので、こういった感じでもおすすめです。それではちょっともう一パターン、このパーカーを使ったコーディネートをお見せしたいと思うので着替えていきます。はい、もう一パターンはもう真夏のスタイルですね。今後暑くなってきて短パンを組み合わせたいってなった時にこんな感じで合わせることもできます。まあ、スポーツ系のテイストってアウトドアのアイテムとすごく相性がいいので、アウトドア系のテイストのものっていうのを組み合わせてもらうのもいいかなと思います。合わせてるものはまずサファリハットですね。これサブライムというブランドの新作の帽子になります。でパンツは、僕の大好きなアンドワンダーですね。日本発信の山系ブランドアンドワンダーの新作のショートパンツです。これも今後ですね、いつかご紹介したいと思ってます。足元サンダルメーカーシャカの新作の、まあ、スニーカーサンダルみたいな感じですね。しっかりホールドされるタイプの、つま先もですね包まれるようなデザインのスニーカーサンダルを持ってきてます。こちらもですね概要欄にリンク貼っておきますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。で靴下ですね、大事なのは短パンサンダルスタイルには大人は靴下をぜひ合わせましょう。こうやってちょっと色物の靴下を合わせるとおしゃれですね。はい、こんな感じで、まあ、さっきの全身ですねスポーツスタイルとまたガラッとコーディネートも変えれるって感じですね。これ本当にめちゃくちゃいいパーカーなんで、ぜひ店頭でご試着されてみてください。それでは、次はですねこちらのシャカシャカ系のですねブルゾーンをご紹介したいと思います。はい、お次はですねこちらのブルゾーンキビタキジャケットをご紹介です。カラーはこちらのグレーと今着用しているブラックの2色ですね。グレーの方がちょっともうサイズが L しか残ってないので、今ブラックの S を着用しております。こちらもですね先ほどのニットみたいにボックスシルエットで程よいゆとりがあるので、まあ、S サイズで一般的な M ぐらいのサイズ感あると思ってもらっても大丈夫です。でこちらはですねものすごく薄手で軽量さらっとしたジャケットなんですけど、撥水性も兼ね備えてますので、まあ、ちょっとした雨ぐらいだったら弾いてくれます。主な用途としては日よけ、風よけですね、ウィンドブレーカーとしての機能があるので、こんな感じでですね前閉めて着用してもらって大丈夫です。でウエストにはドローコードがついてまして、絞りも入れれます。背中にここにポケットがついてるんですけど、ここに赤ブルで収納できますので、コンパクトに持ち運ぶこともできます。収納するとこれぐらいのサイズになりますね。でめちゃめちゃ軽いんで、まあ、スポーツ系のウェアとして開発はされてますが、あの登山だったりとかっていうそういったシーンにもものすごく使いやすいブルゾンなのかなと思います。まあ、そういったアウトドアシーンでこういう軽量な持ち運びしやすいブルゾンっていうのはものすごく使えるんですよね。であとはちょっとしたご旅行だったりとか旅用にこれをまあバッグに忍ばせておけば、ちょっと肌寒いシーンとかでパッと出せますし、この出した時にももともとですね脂肪感のある生地なので、シワとかもこうついててもそんなに気にならないジャケットです。まあ、シワ自体もですねそんなにつかないですし、ついててもすぐに伸びてあの綺麗にシワが落ちると思うんですけど、まあ、飛び出してすぐに着れるような素材ですね。一着あれば何かと便利なジャケットかと思います。今着てるコーディネートはちょっとこうマリンルックですね。マリンミリタリーみたいなスタイルです。ベレー帽に、セントジェームスのパネルボーダーの T シャツ着て、で足元は
結構ワイドなカーゴパンツ、こちらスペルバウンドです。と足元はムンスターの8テンスですね、のスニーカーを合わせております。はい、こんな感じです。それではこちらもですね、ちょっともうワンパターン組み合わせてみたいと思いますので着替えてみたいと思います。はい、2つ目のコーディネートですね。ちょっと上、グレーの L サイズを着てます。ちょっとオーバーサイズ気味に着ても全然いけたんで、トップスの T シャツはさっきと同じセントジェームスですね、のナバールで、パンツをグラミチのショートパンツに履き替えました。足元ですね、足元はウーフォスの迷彩柄の突っかけタイプ、こんな感じでちょっと遊び心のあるコーディネートにしても面白いですね。この上のブルゾンがもうモノトーンのシンプルなデザインなので、こうやって他で柄だったり色だったりをいろいろ組み合わせて遊ぶことも可能です。こんな感じでですね、夏場に海辺を歩いてる人がいたらめちゃくちゃおしゃれじゃないかなと思うんで、小物でちょっと色とか柄とか入れてってもらうといいと思います。あとですね、今あのボーダー柄の人気復活してきてます。シャツでもそうですけど、あのストライプ柄のシャツとかすごく見るようになったと思うんですけど、それと合わせてですね、縦縞じゃなくて横縞ボーダーっていうのも、まあ、柄物の中では比較的取り入れやすく清潔感が出しやすいということで、まあ、無地に飽きた方がだんだんこういう柄をですね、ちょっとずつ取り入れてってます。中でもですね、セントジェームスのナバル、この T シャツは昔からですね、定番のアイテムとしてピカソも着てたという有名な逸話がありますけど、非常に長く着れるロングセラーアイテムなので、ぜひですねコーディネートに取り入れてみてください。で、こちらのブルゾン、グレー着ると分かりやすいかもですけど、若干透け感があるんですよ。ちょっといつだったか動画で話したことありますけど、今あのレディースでシアー素材、透け感のある素材っていうのがものすごくトレンドになってます。でその流れがメンズにも今から確実に来るかと思いますので、こういったちょっと透け感のあるアイテムっていうのもコーディネートに取り入れていくといち早く、おしゃれな雰囲気出せますので、まあ、これ透けとるやんで拒否するんじゃなくて、その透け感を生かしておしゃれに着こなせるっていうところを一つですね、今から頭に入れといてもらえるとおしゃれ度がぐっとアップすると思います。はい、こんな感じですね、ニュートラルワックスの商品、それぞれのもの自体はすごくシンプルなデザインなんですけど、サイズ感だったり生地感、またはその単純なデザインとかも大人がいろいろ取り入れやすいものが多いので、ノースフェイスってこうロゴとかが強く出るのが苦手な方ですね、ノースフェイスとかパタゴニアとかアウトドアブランドってどうしてもロゴが強く出ちゃうので、そういうのが苦手で組み合わせにくい、でもスポーツとかアウトドア系のファッションは好きだったっていう方ですね、まあ、ぜひこのニュートラルワックスを取り入れてってもらえるといいかなと思います。はい、いかがでしたでしょうか。全体的にですね、シンプルで癖のないものが多いんですけれども、シルエットは程よくゆとりがあったり、まあ、とにかくその生地感ですね、実際に手に取ってもらえると分かりやすいんですけど、肌触り、生地感、動きやすさ、やはりスポーツというカテゴリーが前提に商品の開発されているので、そのあたりはですね、ものすごく追求されているブランドです。なんか自信を持ってですね、おすすめできるアイテムとなってます。価格帯もですね、高すぎずですね、まあ、ノースフェイスと同価格帯ぐらいになってますので、まあ、比較的お求めやすい、もちろんまあ物によっては高いものもあるんですけど、実物を見たいと思っても今までは直営店に行かないと見れないものが多かったので、ぜひですねこの機会に当店で実物を触ってみて、実際に試着もしてみていただいてですね、この商品の良さ分かっていただけたらなと思います。今後もですね、当店では毎シーズンちょこっとずつではございますけど、こちらのニュートラルワークスの展開を続ける予定ですので、ぜひですね、また入荷情報とかもお楽しみにお待ちいただければと思います。それでは今回は新ブランドニュートラルワークスについてのご紹介動画でした。この動画がいいと思われたら、参考になったと思われたら、ぜひチャンネル登録と高評価もしていただけると非常に動画制作の励みになりますので、よろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。